横山美和です。今回のボイスサンプルテーマはクリエイター。江戸の昔にも科学を駆使した天才がいたんです。その人物は身近な自然を愛し、誰よりも独創的な絵を描き続けました。絵師の名は伊藤若冲。江戸時代、神の手を持つ男と謳われながら、その技法の多くは謎に包まれています。300年を経た今、若冲の卓越した技法が最新の科学で次々と解明されています。一連のバス火災の報告書には、偶然とは思えないある特定の原因が書かれていました。15人が死亡した今年1月の軽井沢スキーバス事故。このバスも地球27周分を走っていました。経営者には古くなっても走らせざるを得ない苦悩が。そんなバスに私たちは安心して命を預けることはできるのでしょうか。青葉の季節でした。広島市民病院の5階の病室に名札のない部屋がありました。両親には誰にも知らせないでほしいと告げました。生きていた痕跡をも消したいとつぶやいていたそうです。平成10年の夏、病を背負い命と駆け引きを続けたその人生に幕を引いたのです。お父さんは死の直前にうめくようにつぶやいた言葉が忘れられません。29年、最後の一手、27銀。村山聡、魂は盤上にいる。